放送席ヒーローです。放送席、そしてライオンズファンの皆様、お待たせしましたヒーローインタビューです。まずは延長10回苦しいマウンドをビシッと抑えました牧田和久投手です。ナイスピッチングです。ありがとうございます。チームとしては、まあ、追いつかれて苦しい展開、その後同点となって延長戦、マウンドに上がる気持ちはどうだったんでしょうか。そうですね、4番からだったので非常に嫌だったですけど、もう自分の持っているものをぶつけるだけだと思って投げました。改めて今日のマウンド、ご自身で振り返っていかがでしょうか。そうですね、できすぎかなというふうに思いますし、自分左ちょっと弱い部分があるんで、それをピシャッと抑えられたことは非常に良かったかなというふうに思います。マウンド、お立ち台は今シーズン初めて。はい、改めて今シーズンかなり厳しいところ、まあ、さらに今日は延長戦など後ろ難しい部分での登板も多いかと思いますが、ここまで今シーズンご自身のピッチングいかがでしょうか。そうですね、チームのために必死に勝つためにやるだけなので、もう自分の仕事をしっかりやるだけです。ライオンズとしても今シーズン久しぶりにクライマックスシリーズ進出も決めています。今後も厳しい戦い続くとは思いますが、今後に向けて抱負いかがでしょうか。絶対やり返します。昨日はやっぱり悔しい気持ちありましたね。そうですね、何回も見てるんで、CS では逆に見せてやろうと。はい、それでは最後に今後に向けてライオンズファンにメッセージをお願いします。日本一になるために頑張りたいと思います。また声援よろしくお願いします。今後も期待してます。ありがとうございました。牧田投手でした。そして8回貴重な同点弾、山川穂高選手です。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。チームとしては勝ち越されて逆転されて苦しいムードだったんですが、バッターボックスに向かう気持ちどうだったんでしょうか。あの田畑が、頑張ってたので、まあ、なんとかしたいという思いで入りました。改めてバックスクリーンにものすごい当たり、手応え含めていかがだったでしょうか。昨日からですかね、沖縄からおじいちゃん、おばあちゃんとお母さん来てるので、目の前でホームラン打てて最高の気分です。そしてチームとしてもあの一発でしっかり延長戦まで持っていってさよなら、チームとしてもいい勝利になりましたね。最高の勝ち方ができたと思います。改めて昨日は目の前で胴上げということでかなり悔しい思いもあったと思いますが。そうですね、やっぱ、悔しかったですし、やっぱ負けたくないなっていうふうに改めて、思いました。その中でチームとしてもクライマックスシリーズ進出は決定して、あとはまずこのホームでクライマックスやるためにここからまだしっかりした戦い続きますね。もう、はい、一戦一戦、必死で戦うだけだと思います。その中で山川選手、ご自身今4番というところを打ってますが、そのあたりの意識はいかがでしょうか。4番目です。特にそこまで4番という意識はないです。いや、意識はするんですけど4番目です。今後もチームバッティングしっかりつなげてきて、そんな感じですかね。はい、粘りたいです。それでは明日もまだゲーム続きます。最後にライオンズファンに向けてメッセージお願いします。明日も勝ちます。お元気でください。明日も期待してます。頑張ります。おめでとうございました。今日のヒーロー牧田投手、山川選手でした。ということで、今日はね、牧田も登場したということで、今シーズン初めてだったんですね、ヒーローはね。そうですね、はい、中継ぎとか、ね、ピッチャーね、なかなかね、はい、立てないですからね。そうなんですね、はい。今日のヒーローのお二人には東池袋52クレディセゾンスペシャルゲームヒーロー賞としてクオカード3万円分が贈呈されるということで、今贈呈がされました。はい、ということで、東池袋52というメンバーの皆さんですね、クレディセゾン及び関係会社の女性社員によって結成された24人の女性グループです。グループ名の東池袋52というのは、
クレディセゾンの本社がサンシャイン60の52階にあるというところから来ていると。なるほどね、なるほどですね。52人いるわけではないですね。52階ですね。あ、52階ですね。いい環境の中でお仕事されてるんですね。まあちょっと怖いですけどね。いやいやいや、眺めいいですよ。でも外見ながら仕事をすることもあまりないと思いますけどね。まあまあそうですね、はい、そうですね、はいはい、でもね、本当にテンポよく今日もね、脇田が抑えるとやっぱりリズム出てきますね。そうですね、やっぱりリズムよく帰ってきますとね、攻撃にもつながるということですよね。そういうことですね、はい、そして山川はちょうど沖縄からね、おじいちゃんおばあちゃん含めて応援に来てたんですね。そうですね、ご家族がいらっしゃってね、その中で、まあ、昨日もね、ホームラン打ちましたし、ね、今日もバックスクリーンに、ね、打ち込みましたからね。連発、さらには内野安打の激走と、あの華麗なグラブトス、そうですね、盛りだくさんですね。完璧です ね、本当にね。今日はステーキのグラム数倍増でいいんじゃないですかね。そうですね、まあ、食べきれないともったいないので、ね食べてからまた、ね、もう追加で焼いていただければいいんじゃないでしょうかね。僕ついていきたいぐらいですね。今サイン、ね、サインしてくれましたけど、はい、こちらの、サインプレートはですね、ファンクラブ会員の方にプレゼントいたします。応募方法は詳しくはオフィシャルホームページを見てください。フォトセッションになります。まあ、今牧田投手がね、今シーズン初めてだったんで、サインの時も忘れてましたね。山川選手にこちらですよって言われてましたね。慣れないと怖いですね。これね、あれそんな儀式あったんだっけみたいな。びっくりしてましたね。本当に中継ぎの選手たちは本当は、ね、毎回いい仕事をしているんですけども、なかなかこうやって表舞台でね、ヒーローとかいう部分では本当にチャンスは、ね、それほどないんで。そうですね、うん、まあ、こういう機会に ね、ヒーローを、ね、はい、上げてあげてください。そうですね、はい、まあ、同じブルペン投手として星野さんもね、そうですね、戦いましたけども、はい、はい、ということで、それでは今日の試合のハイライト見ていきましょう。